今日はレフリーがラリー・ロダディオアメリカ、そしてジャッジがロドルフ・ヒルパナマ、そしてもう一人のジャッジが日本の手崎博之さんであります。今リング上で試合前の注意を受けています。両選手49年の10月1日この日大講堂で当時世界チャンピオンのベスリオ・ゴンザレスを判定で破りました小熊昌司、しかしわずか3ヶ月後仙台でメキシコのミゲル・カントに判定で敗れています。何としても絶対に勝つと言っています挑戦者の小熊昌司。さあ両選手がコーナーに分かれました。まもなく試合開始であります。第1ラウンドのゴングが鳴りました。試合が開始されました。紫色のトランクス、サウスポースタイルが挑戦者の小熊、褐色の肌、ブルーのトランクスをつけましたのがチャンピオンのアルゴンソロベスです。いきなり右ストレートを放しましたチャンピオンです。今日のウエイトがチャンピオンが110ポンド、4分の1 50キロちょうど、挑戦者の小熊112 50.8 リミットいっぱいです。威力はないんですよね。あれでね、あの、はい、チャンスを掴んでね、あの追い込むんですね。小熊の右の顔面がちょっと赤くなりました。現在4試合連続ノックアウト勝ちを続けています。挑戦者の小熊、チャンピオンのアルフォンソロベス、5試合連続のノックアウト勝ち。右、まだチャンピオンの右です。左が軽く出しました挑戦者の小熊です。ボディへ持っていきます。また右です。ちょっとあの右は避けられないようですね、早いですね、早いですね。こっちへ来ましてね、26ラウンドのスパーリング、チャンピオンやったんですけどね、その時の、パートナーに聞きますとね、はい、非常に、アッパーが来るのかストレートが来るのか、あの右が分かんないそうですね。そうなんですね、はい、構えた位置からまっすぐ出しますからね、怖いですね、あれは。また右を出しました、チャンピオンです。あ、小熊君、左の目の上切りましたね。右ですね。はあ、右の目を切りましたね。あ、ちょっといけません。第1ラウンド、早くも挑戦者の小熊、右の目の上を切りました。鮮血が一筋、二筋、右の方をスタートしています。右、また右を出します。チャンピオンのロベスです。ちょっと動きが速くなりました、チャンピオン。第一ラウンド、ほとんど時間がありません。オンマの右の顔面、血でばっか。この顔面を狙います、チャンピオンのストレボング。第1ラウンド終了です。お父さんの採点は第1ラウンド、まず5対5のイーブンでスタートであります。挑戦者の小熊昌司です。これまで28戦して25勝3敗、25勝のうち14のノックアウト、5割6分のノックアウト率を誇っています。現在4試合連続ノックアウト勝ち、挑戦者の小熊昌司です。お父さん、ちょっと右の目が心配ですね。血が止まればいいですね。そうですね。さあ第2ラウンドの試合が開始されました。第1ラウンドは5対5のイーブンであります。木村会長もその打ち合いになればですね、小熊は絶対負けないと。そうですね。ただそのガードということを考えると、ディフェンスを考えると、やや向こうの方がディフェンスはいいんじゃないかということを言ってますけどね。ディフェンスは前ですね。右から左入りました。ちょっと頭がぶつかりますね。低いですね、はい、身長が6センチ違います。小熊昌司が 162.4 センチ、チャンピオンのロベス 156.5 センチです。石島さん、はい、あの目の上のカットなんですが、ね、はい、まださほど深くはない、大丈夫だということをセコンドが言ってます。そうですか、はい、今止まってるようですね。止まってますね、はい、止まってます。挑戦者の小熊、第1ラウンド右の目の上を切っています。また右、小熊
動きが早いですね。早いですね、はい、早い動きになります。チャンピオン、この後藤さん、早い動きに対しては小熊どうなんですか。やはり同じように合わせて動かないと、そうですね、はい、まあ、手数も細かい、あの手数を出してね、はい、攻めるよりしょうがないですね。狙っちゃいけませんね。そうですね、まあ、止まってるといい目標になっちゃいますね。そうです、はい、立ち上がりチャンピオンのロペスの手数の方がやや多いようであります。あと入りました。オグマダウンです。仰向けにダウンしました。右がカウンターになりました。エイトカウントが入りました。第2ラウンド挑戦者のオグマダウンを取られました。チャンピオンが攻めます。ダメージはどうですか。ダメージはありません、ね、ありません。あとまだ右が入った。まだこれはスリップです。これはスリップダウンです。第2ラウンド挑戦者のオグマ早くも1回ダウンしています。ボディロであります。ちょっとチャンピオンベースになりましたね。そうですね、はい、あっとまた右、今度はグラスいた。挑戦者のオグマちょっとグラスきました。引っ掛けるような右を出しました。挑戦者のオグマです。もう軽量級というよりもその日本の本当に切り札なんですがね。そうなんですよね、はい、また右、チャンピオンの右です。さあ打ち合いになります。リングの中央で打ち合いです。右の目の上からまた新鉄が一つ二つ出ています。挑戦者のオグマ、ゴングです。第2ラウンド終了しました。後藤さんの採点はこのラウンド挑戦者のオグマにダウンがありまして5対3、チャンピオンが取っています。チャンピオンのアルフォンソ・ロペスです。これまで23戦して23勝、23のうち14のノックアウト勝ち、まだ1回も負けておりません。ノックアウト率6割9厘、現在まで5試合連続のノックアウト勝ちを続けています。チャンピオンのアルフォンソ・ロペス、今第3ラウンドが始まりました。第2ラウンド挑戦者のオグマ不覚のダウンを取られまして、ポイントは2ポイント、チャンピオンのロペスがリードしています。後藤さんどうですか。小熊君、あの普段の動きよりはちょっと硬いですね。硬いですね。まあ、あの去年の1月にですね、ミゲール・カントにそのチャンピオンの座を奪われて、はい、その後も1年3ヶ月カントを追って追ってですね、はいはい、なかなかその対戦することができずですね、今度はロペスと話がまとまって、はい、まあ、本人もですね、その絶好調のですね、気持ちのその持続がですね、はい、どこまでできるかということを言ってましたけれども、はい、まあ、タイミング的には本人がぴったりでちょうどいいですよと言ってましたよ ね、そうですね、はい、さあボディを攻めます。低い姿勢からボディを打ちます。挑戦者のオグマです。左のストレート、そして右のフックに一発ノックアウトの威力を持っています。挑戦者のオグマ、リングの中央で見合っています。ゆっくりと右に回るチャンピオン、そして挑戦者、ちょっと小熊くんも入れません ね、はい、捕まえられないですね。そうですね、第2ラウンドにダウンを取られている挑戦者の小熊、また右が入りました。チャンピオンです。右を返しました小熊。もう少し今動かなきゃいけませんよね。そうですね、はい、動きが少ないですね、あ、トンガの左、チャンピオンが一瞬腰を落としました。トンガの左が入りました。右です。ボディーを狙いました。チャンピオンです。サウスポースタイル挑戦者のオグマ、左ちょっと狙ってるような感じで、ちょっと焦ってますね、焦りがありますね、まあ、あの回が浅いんですし、もっとじっくりとね、まだまだ本来の力出していってほしいですよね。そうですよ、焦る必要ないですよ、何も、まあ、あのやることだけは全部やったんでね、その、まあ、練習の力をですねリングに出せれば絶対勝てるんだと言ってましたけれども、ちょっと焦ってますね。焦りもありますね、はい、ボディ
このチャンピオンのロベスも非常にこう目と勘のいい選手ですね。そうですね、ボディを狙います。チャンピオンです。うまくね、あの動きが足りないしね、はい、右のリードパンチが全然出ませんね。そうですね、ここでゴングが鳴りました。第3ラウンド終了です。後藤さんの採点は第3ラウンド5対5のイーブンになっています。両コーナーをご覧いただいています。後藤さん、あの今体格表出ましたけれども、はい、まあ、年が一つ違いですけれども、身長がおよそ6センチ大熊が上背があると、はい、しかしリーチが同じぐらいですね、長いですね、はい、小さな割に。さあ第4ラウンドが始まりました。第1ラウンド第3ラウンドはイーブン。第2ラウンド挑戦者の小熊ダウンを取られまして5対3、現在チャンピオンが2ポイントリード。石島さん、はい、あの試合前ですね、とにかく本人もそれからあのセコンドもですね、すべて左だ左だということを言ってましたね。そうですか。ところが今試合始まってですね、はい、言ってることは他に右右と言ってるんですよ。そうですか。もう右で行け右で行けということをセコンドも言ってますね。あ、はい、あの本人もね、スパーリングでもそうでしたよね、左がほとんど使ってましたでしょ。はい、やはりこの試合では右ということが決めてないような感じがしますね。そうですね、はい、ちょっと小熊選手鼻血も出しましたね。鼻血出しましたね、鼻血も出ています。第4ラウンドに入って動きが激しくなりました両選手です。まあ、あの小熊はですね、はい、デビューして23戦目で、レスリオ・ゴンザレスを破ってチャンピオンになったと、はいはい、このそのロペスもですね、ちょうど23戦目ですよね、はい、そうですね、チャンピオンになったのがね、似てますね、はい、しかもあの小熊選手の場合もあのゴンザレスをね、はい、チャンピオンを呼んできてノンタイトルをやって、はい、でそれがまあ認められて前線が認められて、あ、スリップです、これはスリップダウン、前線が認められて、挑戦して見事勝ったと、はい、ロペスの方もですね、サラバリアを呼んできてで、パナマでやって勝って、はいはい、でその後挑戦して勝ったという、はいはい、まあ、本当にあの似てるような競技ですよね。そうですね。右がオグマ、左がチャンピオンのロベス。あっと右、また入りました。チャンピオンの右です。今日のオグマちょっと動きが悪い、硬いですね、また軽く右が当たりました。あの右ストレート本当よくあの打ってますね。そうですね、右に左に回ります。挑戦者のオグマです。オグマ君はね、もっと右回らなきゃいけませんよね、はい、右と右から回ってね、攻めて、右を使って攻めていけばね、はい、そのミゲールカントに敗れてからそのもう何しろね、倒しに行くボクシング、攻撃的なボクシングがその本来のボクシングだとして、まあ、見事変身したんですけど、あっと左相打ちです。ちょっとこの4試合に見られないようなオグマの動きですね。そうですね、はい、また右の目の上かなり出血が激しくなりました。挑戦者のオグマです。右、チャンピオンの右ストレート、これゴング。第4ラウンドが終了しました。第4ラウンドも後藤さんの採点は5対5のイーブンです。昭和26年の7月22日に生まれました小熊庄司です。デビューが45年の12月26日、19歳でプロボクサーとしてデビューしています。リング歴が5年目。さあ第5ラウンドに入りました。後藤さん、この小熊もですね、はい、その関東に敗れた後ですね、はい、まあ、あのポイントによる勝ち負けがですね、はい、ボクシングだとは思わないと、はい、その相手を倒すのがボクシングだと思う、はい、まあ、そういうような試合に、はい、今日はやりたいと言ってましたけどね。それは結構なんですよね、はい、やはり倒そうと思っちゃいけませんね。そうですね、ちょっとあの空振りしてあのスリップダウンもありましたしね、ちょっと気負ってますね、まあ、あの本人としてもその第2ラウンドに不覚のダウンを取られてちょっと焦りの気持ちあるんでしょうけどね。試合は第5ラウンドに入っています。パナマが生みましたアルフォンソ・ロベスチャンピオン、これまで左フックで14ノックアウト勝ちを記録しています。後藤さん、この左フックのですね、はい、14ノックアウト勝ちという本人言ってます
けどね、はい、後藤さんから見てどうですか。やっぱり左でしょうね。右は大したことないですよ、はい、さっきのはね、あの、はい、足が救われてね、足が持ち上がって倒れましたけど、そうですね、したがってね、はい、ダメージはあんまりないんですよね、はい、ほとんどね、影響してませんよ、あの後の試合にね、はい、とやはり要注意は左フック。そうですね、それとあの右のストレートをなんとか、まあ、あれはね、絶対に食わないようにしていけませんね。ウグマ滑るボディ低い姿勢で攻めます。挑戦者のウグマです。入るところ右が振りました。チャンピオンのロペス、左のストレート、そして右のフックに一発、ノックアウトの威力を持っています。挑戦者のオグマ、現在4試合連続ノックアウト勝ち。左、チャンピオンの左が浅く当たりました。ボディー、またボディー、チャンピオンの右が大間の顔面を変えた。しかしこの前の攻撃はいいですね。良かったですね、はい、挑戦者の大間、いい攻撃を見せました。いいパンチが入りました。ようやく何かこう体が温まってきたというか、エンジンがかかった感じですね、はい。強引に入ります。切れましたね。あ、切れましたね、はい。ロペスも左の目の上をカットしました。壮絶な試合になりました。壮絶な打ち合い。オグマが打ち合う。オグマが打ち合います。ここでゴング。第5ラウンド終了です。5対4。挑戦者のオグマが取りました。そして、オグマの攻撃ですね。はいはい、はい、左のストレート。いいですね。さあ、これから第6ラウンドに入ります。はい、面白くなってきましたよ、これ。そうですね、はい、もう目が離せません。さあ、ゴンが鳴りました。チャンピオンが左の目の上、そしてオグマが右の目の上をカットしています。デビューして23戦目でベスリオ・ゴンザレスを破りまして世界チャンピオンになりましたオグマ。しかし3ヶ月後、メキシコのミゲール・カントに2対0の判定で敗れています。それから1年3ヶ月、チャンピオンのカントを追いましたが、どうしてもカントはオグマを嫌って挑戦を受けず、ようやく WBA チャンピオンのアルフォンソ・ロペスが挑戦を受けています。試合は中盤の第6ラウンドに入っています。第2ラウンドに挑戦者のオグマ、ダウンを取られまして5対3。そして第5ラウンド、逆にオグマが取っています。現在後藤さんの採点ではワンポイントチャンピオンがリード。しかし5ラウンドからオグマの動きが変わってきました。オグマの動きがはっきり変わりました。しっかり慣れましたね。そうですね、ロペスの動きに慣れました、はい、だからね、あの一発ね、避けてからすぐ決めますからね、はい、あれは効いてますよ。オグマの左が軽く当たりました。また右の目の上からかなり出血しています。挑戦者のオグマです。ちょっとバランスを崩すシーンが多いですね、ちょっとね、はい、力みすぎですね。そうですね、先ほどもいいパンチの後、あの右の大きなフックを放ち、普段の試合では見られないシーンですね。そうですね、チャンピオンのアルフォンソ・ロペス、地元パナマではロペシート、ロペシャン、ロペシャン、ロペシートという愛称で呼ばれています。そしてあの後藤さん、このチャンピオンなんですかね、はい、何かあのピエド・リータと、小さな石という意味で、まあ、非常に拳が強いということで、そうですね、はい、あのよくロベルト・デュラン その小型ということを言われるらしいですね。そうらしいですね。相手が言うと、ウグマが攻める、挑戦者が攻める、挑戦者が攻める、うまく抑えますね、しかし、うまいですね、はい、あの辺はちょっと褐色な肌なんで、ロペスのですね、はい、気がはっきりしませんけど、かなりあの左出てますよね、出てますよ、はい、オグマを右の目の上を切っています。
精算な試合になっています。第5ラウンドから大間の動きがはっきり変わりました。現在は第6ラウンド、ようやくエンジンがかかりました大間です。右から左です。またちょっと頭をぶつけました。これゴングです。第6ラウンド終了です。このラウンド後藤さんの採点は5対5のイーブンになっています。戦車の小熊のコーナーです。後藤さん、はい、これから第7ラウンドなんですがね、はい、小熊が左ストレートでこのラウンドに倒すという予言のラウンドですね。そうですね、はい、石島さん、はい、どうぞ。あのようやく大熊選手がコーナーに戻ってくる表情もですね、はい、あのゆとりが出てきました。そうですか。それからやはりあの立ち上がりが非常に硬かった、あの特に右のストレートいきなり来るんで、はい、これが計算していたんだけど避けきれなかったという、はい、あの木村会長の声ですね。そうですか。それから動きが良くなってからですね、とにかく的が小さいからボディを狙っていけと、はい、ボディで、止めなくてしょうがないと、はい、いうことを指示しています。そうですか、はい、まあ、ポイントを取った5ラウンド、あの左のボディブローいいのが入りましたよね。いいですね、はい、あれは良かったですね、はい、さあ第7ラウンド小熊昌司、左のストレートでこのチャンピオンをキャンバスに沈めると言っておりました。この第7ラウンドに入っています。第2ラウンドにチャンピオンがダウンを取っています。そして第5ラウンドはワンポイント挑戦者が取りまして、現在のところ後藤さんの採点ではワンポイントチャンピオンのロペスがリードしています。試合は中盤の7ラウンドです。右チャンピオンの右です。後藤さん、確かにこうタイミングがいいと先ほどみたいにあのダウンのケースありますけれども、一発ノックアウトの威力はないようですね。ないですね、はい。うまく左腕で挑戦者の手を抑えます。チャンピオンのロペス、あ、やはり1分間のインターバルじゃ両選手ともあれですね、出血が止まりませんね。止まりませんね、はい、オグマが右の目の上、チャンピオンが左の目尻、両選手とも鮮血が顔面を伝わって落ちてまいります。じりじりっと前出るオグマ、右チャンピオンの右に対してオグマの右です。また右です。交通ストにもかかわらず大勢のお客さんがこの日大講堂に入っています。後藤さん、立ってる人がいますよね。すごいですね。試合は中盤の第7ラウンド、2月の27日前チャンピオンのサラバリアを15ラウンドテクニカルノックアウトで破りまして新チャンピオンになりましたアルフォンソ・ロペス、今日が初防衛戦であります。このサラバリア戦もその14ラウンドにダウンを取って、まあ、15ラウンドに TKO という。そうですね、はい、やはり打って打って打ちまくるタイプですね。そうなんです、はい、また両選手動きが激しくなりました。オグマの右です。離れ際右を放ちました挑戦者のオグマ、右いきなり右ストレートを出しましたチャンピオンです。ちょっとパンチが流れました。挑戦者のオグマです。右顔面を捉えました右のパンチ。これ試合、第7ラウンド終了であります。後藤さんの採点は5対5のプロラウンドイーブンに終わっています。の11日メキシコ経由で日本にやってまいりましたチャンピオンのロペス、終始左フックで8ラウンドに決着をつける、こう言っておりました。チャンピオンのロペスでありますが、その第8ラウンドが始まります。第7ラウンド終わって後藤さんの採点ではチャンピオンのロペスがわずかワンポイントリード。さあ第8ラウンドが始まります。これからですよね。そうですね、このラウンドもそのオグマはですね第7ラウンド倒すことができませんでした。さあチャンピオンの方はですね左フックでこの第8ラウンドと言ってますけれども、はい、いや、まあ、実はねこれからですよ、はい、試合はね。そうでしょうね。しかしあの稀に見る好試合ですね。いい試合ですね。いい試合になりました。
現在のところワンポイント、後藤さんの採点ではチャンピオンがリード。しかし、まあ、日本でそのタイトルマッチを行っているわけですけれども、まあ、アメリカ、パナマ、日本というこのレフリージャッジ構成を見ますと、かなりこうはっきりした勝ち方をしないとという気がします ね、 特にね、挑戦者ですからね、引き分けならドローは負けて、ね、取れませんからね、はい、まあ、そういう意味でその大熊 の、 その、まあ、ポイントによる勝ち負けがボクシングじゃないという、そういうこともあるんでしょうね、はい、そうですね。右を振ります。いい左ストレートが入りましたね。いいですね今、はい、ちょっと右空振りです。クリップダウン、オグマちょっと力が入りました。クリップダウンです。場内も騒然としてまいりました。実体行動です。ああワンツからあったオグマのそのミルクセというんですか、はい、それがちょっと出てるような感じがしますね。このところ4試合連続ノックアウトで勝っています。挟みかける攻撃、一つのうまくチャンスをつかんでノックアウトに結びつけます。挑戦者のオグマ庄司、また頭をつけました。ボスンという音を出しました。右です。手数が多い、チャンピオン手数が多い。右が流れた、ちょっとオグマバランスを崩した。今のバランスを崩しています。また顔面に当たった。チャンピオンのパンチです。激しい打ち合いになりました。激しい打ち合いです。第8ラウンド激しい打ち合い。ちょっとオグマバランスを崩しています。右アッパー、挑戦者のアッパーが入った。ボディーブローです。こう小さくてあれだけ早く動きがあると的が絞りにくいですね。激しい打ち合い、そして激しい動きになっています。第8ラウンド左、チャンピオンの左です。あ、今入りました。挑戦者の左です。オグマの左入っています。第8ラウンド終了です。第8ラウンド終了。後藤さんの回転はこのラウンド5対5のイーブンです。後藤さん、8ラウンドのこの打ち合いですね、はい、青熊の左ストレートですね、はい、まだちょっと力んでますね。そうですね、あんまり力が入りすぎてますよね、はい、さあこれから第9ラウンドに入ります。第9ラウンドに入ります。後藤さんの回転はワンポイント、チャンピオンがリードしています。第2ラウンドに青熊深くのダウンを取られています。しかしチャンスを徐々に迎えています。迎えつつあります。挑戦者のオグマです。ボディです。後藤さん、右をですね、リードパンチ出すのもあれですけど、いきなり出す左のストレートですね、よく当たってますね。そうですね、はい、あれはいいんですよね。そうですね、右であのフェントかけて左で打つというやつはね、はい、いいんですよね。そればっかり打ってるといけないんですよね。この試合にかけます挑戦者のオグマ、3月の14日から10日間伊豆長岡でキャンプ、26日からスパーリングを開始して62ラウンドのスパーリングを積んでまいりました。挑戦者のオグマです。やることは全てやった、あとはその練習の力をリングの上で見せますと、こう言っておりました。挑戦者のオグマです。試合は第9ラウンドに入っています。ワンツー、オグマが追い込みます。左と右が入りましたね、左のストレートから右のフック、オグマのいいパンチが入りました。メキシコで3日間練習しまして、この4月11日に来日しましたチャンピオンのロペス、パナマでは3週間キャンプを張りまして30ラウンド、日本に来まして1週間で26ラウンドのスパーリングを消化しています。合わせて56ラウンドのスパーリング、
しかし後藤さん、このパナマのそのスパーリングというのは4分間なんですね。そうなんですね、なんか聞きますとその耐久力をつけるというか、いうことを言ってましたけどね、いや4分から5分やってますよね。そうですね、長いですね。ワンツーは空振りです。しかしフォワード、ボディを持っていきました。ロベスの手数が減りましたね。そうですね、動きも最初の動きよりかちょっと止まってきたですね。そうですね、はい、チャンスですよね。そうですね。やはりこの一発打たれた後ですね、2発3発とこう打たせない動きの良さもあるんじゃないですか。そうですね、はい、あっと簡単なサミ、オグマが入ってくるところ、右のストレートを出しました。チャンピオンのロペスです。ここでゴングです。第9ラウンド終了です。第9ラウンド5最後のイーブンであります。9ラウンド惜しかったですよね、はい、ゴングス直前のね、寸前のね、はい、右ストレート食わなければね、はい、ワンポイントでリードしてたんですけどね、あれで長期戦になりましたね、はい、しかし4が入っています。交通ストにもかかわらず日大講堂は超満員。オグマの出身地郡山からバス2台、そしてお父さん、お母さん、お兄さん、お父さん、家族全員が見ています。この会場に来ています。試合は10ラウンドに入っています。これまでのところワンポイントチャンピオンがリード。スピードというのは相当違いますね。違いますね、はい、一発破壊力を持っているチャンピオン、いや挑戦者のオグマです。チャンピオンの左目尻の傷、出血はまだ止まっていません。右利きの小熊昌司です。ボクシングはサウスポー、これは剣道から来ているようですね。そうですね、はい、中学時代剣道初段を取っています。挑戦者の小熊です。チャンスですよ。今腕を振らないといけませんね。ちょっと見ちゃいますね。ロペスの動きがちょっと止まりました。試合は10ラウンドに入っています。WBA 世界フライ級タイトルマッチ15回戦です。右バランスを崩したところに右が飛んできます。オグマの攻撃、足を使いました。いい攻撃だったんですね、惜しかったですね、はい、ちょっとオグマの足がかかっておりまして、レフェリーは手術ダウンと判定です。挑戦者のオグマ、試合は10ラウンドです。現在のところチャンピオンがワンポイントリード。うまく体勢を入れ替えましたチャンピオンです。10ラウンド終了です。第10ラウンド5対4と、あ、オグマが取りましたね。取りましたね、はい、オグマが取っています。これから試合は後半に入ります。第10ラウンド挑戦者のオグマが取りまして、後藤さんの採点では全くの互角になりました。全くの互角になっています。さあ後半のこれから11ラウンドです。
試合はこれから後半戦に入ります。11ラウンド、今ゴングが鳴りました。第2ラウンドのダウンをじりじりっと跳ね返してようやく互角にこぎつけました挑戦者の小熊です。石島さん、はい、まあ、ロペスが8ラウンド KO をとっくにもう過ぎてるんですがね、はい、盛んにあのカウンターを狙わないでもっと自分から行けという指示を飛ばしてますね。ああロペスのセコンドは、はい、それから小熊コーナーですがね、はい、もっとコンビネーションブローを使えと、あれほど素晴らしいコンビを持ってるんですから、はい、ボディから顔面へのコンビネーションを使っていけという指示が飛んでおります。そうですか、はい、やはり一発だけじゃなくコンビネーション、もちろんそうです、ね、狙いすぎですよね、ちょっと狙いすぎですね、どうして右を出さないですか ね、いいと思ってるんですかね、はい、あの引っ掛けるようなこう右の、ね、そうですね、右引っ掛けて左でね決めればいいんですよね、はい、まだ今日は小熊の良さが出ていません。試合は後半の11ラウンド、小川さんの採点では全くの互角。見るシーンが多くなりましたね、いきませんね、はい、先に行かなければいけません。挑戦者の小熊です。相当バランスを崩しています。パンチが流れています。挑戦者の小熊、小熊が一発ずつ打ち2、3発返っていますからね、手は出ますね、はい、おうおう、またぶつかりました。チャンピオンが挑戦者の小熊を押し倒しました。トリックダウンです。ワンツー、チャンピオンのワンツーです。左をボディに持っていきました。挑戦者の小熊、またチャンピオンのロペスが速い動きになりました。この動きですね、速い。そうなんですよね、はい、しかしあのスパーリングの時はもっとこう速い動きしましたね、もっと速かったですね、はい、ここでゴングが鳴りました。第1ラウンド終了です。11ラウンド終了。11ラウンド、後藤さんの採点は5対5のイーブンです。後藤さん、和島選手ですね、はあはあ、やはりなんとかその後に続いてきてほしいということ で、 そうです、ね、はい、今日も会場に行きまして観戦しております。さあ試合の後半これから12ラウンドです。残すところ12、13、14、15、4ラウンドだけ。後藤さんの採点では今のところポイントの上では全くの互角であります。12ラウンドが始まりました。もうそろそろ勝負ですね。そうですね、はい、レフェリーがアメリカ、ジャッジがパナマ、そして日本。あれでいいんですよ、右をね、はい、右から入ってくるのダメですよ、あれ。オーディエ持っていきます。チャンピオンの右、ちょっと見ちゃいます。ボディブロー、左がボディに入りました。試合は後半の12ラウンドに入っています。世界タイトルマッチ15回戦。49年10月1日この時代行動でレスリオ・ゴンザレスを破りましてチャンピオンになりました小熊翔司。しかし3ヶ月後わずか100日で仙台でメキシコのミゲール・カントに敗れてチャンピオンベルトを手放しています。それから1年3ヶ月待ちに待った挑戦権を得ましてアルフォンソ・ロベスとグローブを交えています。試合は12ラウンド。後藤さんの採点では現在のところ全くの互角になっています。
第2ラウンドに挑戦者のオグマがダウンを取られています。しかしその後第5ラウンドそして第10ラウンドとポイントを取り返しました。現在のところがイーブンであります。5ラウンドから左の目尻を切りましたチャンピオンのロペス、出血がずっと止まりません。現在は挑戦者のオグマの方は出血が止まっている模様です。もう後藤さん、これはどんどん勢いなんじゃないですか、ね、ですね、はい、どうして身が出ないですかね、何かそのゴンザレスあるいはカント戦の時にちょっと戻ったような気がしないようないですか ね、はい、確かにこう部分部分ではあの見てますとね、積極的な打ち合いやってますけども、ね、はい、ちょっとこう見てしまうというこの4試合それがなかったんですが ね、はい、しかしパナマの生んだ世界チャンピオン、パナマの英雄アルフォンソ・ロペスを向こうに回しまして11ラウンドまで互角に戦っています。挑戦者のオグマです。12ラウンドも今残り時間10秒を切りました。挑戦者のパンチをかわします。チャンピオンのロペス、これゴング12ラウンド終了です。ちょっと首をかしげてコーナーに戻りました。挑戦者のオグマ、12ラウンド5対5のイーブンです。12ラウンド終わって後藤さんの採点では現在のところ互角であります。残るラウンド13、14、15、3ラウンドだけであります。ここはもう挑戦者としてはこれのいかなければいけません。これですよね、はい、大事な大事な後半の3ラウンドであります。ゴングが鳴りました。13ラウンドが始まりました。ラウンドは13ラウンドであります。じりじりっと前へ出ます。挑戦者のオグマ、ワンツー、左は空振り、オグマ君の右の使い方はうまかったんですけど ね、今日は全然ダメですね、はい、右、あれでいいんですよ、あれで、そうですね、あれでいいんですよ、はい、右から左、チャンピオンです。ジリッジリッと前へ出る挑戦者のオグマ、後藤さんどうなんですか、もうロペスの右とですね、はい、オグマ君の左、はい、相打ちのつもりで打ったらいかがなんでしょうかね、いいですね、もうこれしかないですね、そうですよね、パンチ力ではもう、全然勝りますからね、オグマの方が相打ち角度で行くのしょうがないですね、もう右、チャンピオンの右です。ボディ、しかしチャンピオンの方もあれですね、後半に入りまして手数の割にはそれほどパンチが当たってませんね、そうなんです、はい、確かに手数は出しますけれどパンチが、流れてまいりました。チャンピオンのロペスです。当たってますけどね、インパクトは少ないです、そうですね、右です。また左を空振りしました。挑戦者のオグマ、試合は13ラウンド、オグマは7ラウンド、そしてチャンピオンは8ラウンド、ノックアウト勝ちをお互いに宣言していましたがラウンドは13ラウンドです。いい試合になっています。狙いすましたような左が当たりました。また左、挑戦者の左、出せば当たる挑戦者の左、しかしチャンピオンも冷静ですね、冷静ですね、はい、焦りませんね、そうですね、顔面から一転してボディを狙いました。挑戦者のオグマよく頑張っています。12ラウンドまで後藤さんの採点では5回、イーブンにやっています。総合ポイントはイーブン、互角です。左、チャンピオンの引っ掛けるような左が当たりました。ここでゴングです。13ラウンド終了です。
13ラウンド5対4、挑戦者の小熊が取りました。立ち上がりの硬さから尻上がりに調子を出してまいりました挑戦者の小熊です。13ラウンドワンポイント取っています。はい、宮下さんどうぞ。西島さん、はい、リングサイドですね、はい、北崎の採点なんですが、はい、ボクシング評論家の平沢節孫さんはわずかながらに小熊リード、はい、それから郡司さんは3ポイント2、3ポイントでチャンピオンのリードというふうに分かれてますね。あ、そうですか。よりも増してですね、はい、セコンドの木村さんも、はい、おっとゴンが鳴っていますよ。いけませんね、これレフリーは。これはいけません、はい、これはおかしい。ゴンが鳴って、レフリーがまず小熊の攻撃を停止しまして、これはしかし後藤さん、いかないですね。バズピートを入れてやったんでしょうね。そうです、はい、これはいけません。右です。また左が当たりました。チャンピオンの左です。挑戦者の小熊がワンポイントリードしています。しかしこれはあくまでも後藤さん放送席の採点であったの で、ね、まあ、レフリー構成、ジャッジ構成、先ほどちょっとお伝えしましたけども、レフリーがアメリカ、そして、ジャッジがパナマと日本ということでね。小熊が攻めます。射席の方の採点もどうやら割れてるようですね。割れてるらしいですね、はい。まあ、あくまでも味方ですからね。そうですね、はい。試合は中盤の14ラウンドに入っています。中盤の14ラウンド、画前動きが良くなりました。チャンピオンです。また左の方を伝わってかなり出血が激しくなっています。チャンピオンのロペス。オグマの右の目の上は血が止まっています。あ、ちょっと振りが大きい挑戦者のオグマ、肩で力が入っちゃってますからね。左です。いきなり左を出しました。立ち上がりの余裕を持った表情から非常に真剣な相手を刺すような目になってまいりました。チャンピオンのロベス。右、オグマの頭のシワボヤ返りでしょうね。そうですね、はい、ちょっとまた右の目の上から出血してまいりました。鼻血も出ています。挑戦者のオグマ。さあ、あと残り時間が20秒。14ラウンド、あっと右と左、懸命に抱きつきチャンピオン、懸命に抱きつきチャンピオン。さあ、オグマ前へ出る。うまく回り込みました。チャンピオンのロベス。チャンピオンの右から左が回りました。これゴング。14ラウンド終了です。14ラウンド終了しました。後藤さんの採点は14ラウンド5対5のイーブン。シャドウオグマです。後藤さんの採点では現在のところワンポイントリードしています。そしてチャンピオンのロベス、14ラウンドから早い動きになりました。さあ、最後のラウンド15ラウンドです。最後のラウンド15ラウンドになりました。ゴングが鳴りました。最終ラウンドのゴングが鳴っています。 WBA 世界フライ級タイトルマッチ最終ラウンド、ファイナルラウンドです。まず先に抱きましたのは、今日出したのはチャンピオンのロベス。満員の2体行動、わーっという割れるような歓声が湧き上がっています。レフリーがアメリカ、ジャッジパナマ、そして日本。現在のところ後藤さんの採点ではワンポイント、挑戦者のオグマが勝って、あっと危ないです。倒しました。オグマ、ちょっとこう、もろとも、チャンピオンもろとも倒れ込みました。ファイナルラウンドに入っています。ボディです。また右に切り返した。ボディから右に切り返しました。この辺りは中へ入って抑え込むのはあれですね、ちょっといい攻撃はできませんね。
ますとね、邪魔になりますね。あっと今度は後ろから打ちました、チャンピオンのロペスです。試合は15ラウンド、ファイナルラウンドです。残り時間があと1分30秒。大馬の左、もうがむしゃらに打ってほしい挑戦者の大馬。右、相打ちになりました。軽くフットワークを使います、チャンピオンのアルフォンソ・ロペス。右、ボディーブロー、大馬のボディーブローです。残り時間1分を切りました。最終ラウンド1分を切っています。最終ラウンドです。本馬よく頑張ってきました。右から左です。ジャッジがパナマと日本、あーロペスですね、はい、チャンピオンのアルフォンソ・ロペス初防衛に成功。日本の挑戦者大馬昭治判定で敗れました。大馬昭治判定で敗れました。アルフォンソ・ロペス見事初防衛に終了成功いたしました。後藤さん、はい、この試合どうですか。あのね、やはりね、大熊君がね、いい試合ができなかったのはね、はい、右のリードパンチが出なかったこと、これはそれからスタートも痛くなったことですね、はい、この2回目のダウンはね、はい、やはり大きく響きましたね。5回あたりからね、ちょっといいところ見えたんですがね、はい、惜しかったですよね。今ジャッジペーパー来ましたね、はい、レクリーですか、はい、レクリーが72対65、すごいですね。でジャッジが、ロドウコヒル、はい、パナマですけれども、はい、73対67、はいはい、そして日本の手崎さんが71対72、1対0で、結局レクリーのラリーロザディラ72対65、パナマのロドウコヒル73対67、日本の瀬崎博之71対71、イーブン2対0をもちまして、チャンピオンのアルフォンソ・ロペス初防衛に成功しています。しかし残念なことは小熊君が、もう一つ本来の力を出せなかったという。そうですね、あまりにも、ね、強いすぎましたね、はい、試合前ね、とてもいい。